こそ、僕の友、天命最強の S 級ヴァルキリーよ。1時間前だったら、こういう風に君に挨拶していただろうね、デュランダル。今回の計画であなたが、現在を壊し、過去を再度選択するかもしれないと教えてくれた人がいました。それは一体、どういう意味ですか？その言い方から察するに、君に教えたのは長光だろう。構わないよ。君には真相を知る権利がある。僕は世界を再構築するプランの設計をいくつか長光に依頼した。だが簡単に言うと、やはりコストが最も高いプランの方が安定性も高い。コストが最も高い。具体的にはどういうものですか？結論だけを話しても君は理解できないだろう。だから一から説明するよ。僕と長光は異なった角度から、僕たちの世界では時間が流れる方向は不可逆だと君に教えた。それは自然の川のように流れていくと元には戻れない。ただ雨や雪解けにより川の水が増えるように過去を補うこともある。僕たちがもっと大胆に思考の次元を虚数の木の領域へと上げれば、人類の時間は所詮磁気テープに記録されたデータに過ぎない。歴史はすでにその磁気テープに記録されている部分、未来はこれから磁気テープに現れる未知、そして僕たちの現在は磁気テープの上にある針だ。現在は特殊で、基地と未知、可能と不可能を区別する。知的生命体たちが持つ唯一の生存の場だ。ここで仮説を立ててみよう。もし現在という針の特殊性をキープしたまま、それを過去という磁気テープの上に強引に移動させたら、何が起こると思う？私たちの現在が歴史上の過去に接着されるんですか？そう、君の知り合いの地球外生命のようにね。ただ僕たちが他の世界に行く必要はない。僕たちが僕たちの継ぎ木になるんだ。想像してみるといい。第二次崩壊のような災害は消える。そして僕たちのような現代人は経験を用いて人類の成長を手助けできる。崩壊は消えない。訪れる試練に向き合わないといけないが、人類がこれから手にする利益はその損失をはるかに超えるだろう。つまりコストというのは接着という行為に必要なエネルギーのことでしょうか？そうだ。あの探索実験を経験した君なら僕の計画を理解してくれるはずだ。その目的を実現させるために3つの条件を達成しなければいけなかった。1つ目は虚数の木にたどり着く方法が分かるまでの探索と接触だ。2つ目は1つ目の行動に必要な装備とエネルギー。具体的に言えば第二の神の鍵、旋回一乗と十分な崩壊エネルギー。3つ目は接着に適した時空座標。旋回一乗のビーコンを利用して狙いを定められる安定した区域。虚数の木にたどり着く方法と十分な崩壊エネルギー、それらの入手方法は何だったのでしょうか？崩壊の意思だよ、デュランダル。何ですって？そう、崩壊の意思だ。律者の根源にして崩壊の起点、神として祀られ天命の500年の歴史の中に存在している。しかしその神は触れられぬ存在ではない。同じ道を行き、同じゴールを見つめれば人類も神に接触し協定を結ぶことだってできる。協定？本音を言えばヨルムンガンドの成婚計画は好きじゃない。だが今の天命はそれを阻止するタイミングを失っている。原点に戻れば世界の情勢を作り直す機会を手に入れられる。そして神は
そういう時空を転覆させる演目を楽しんでいる。崩壊の意志は僕に虚数の木の扉を与えてくれた。そして僕は人類の世界においてその代行者になる。崩壊の意志の代行者。主教様、まさか自ら律者になろうとしているのですか？力の視点で見ればそう捉えてもらっても構わないよ。だが虚数の木に接触することで僕は律者とは異なる律者以上の存在になれるんだ。そうするために僕は自分の実体を代価にしなければならないが、代わりに世界を再構築するための十分な力を手に入れる。僕はみんなのために終焉の律者と聖魂計画に対抗する時間を勝ち取りたい。そして崩壊の意志も自身がリセットされる結果に満足しているんだ。喜ばしいことだろう。ですが世界はどうなるんですか？世界を壊せるほどの力としか考えられませんが。その通りだが、古いものを壊さないと新しいものは成り立たないという言葉もあるだろう。旧世界を壊さないと新世界を迎えられないじゃないか。私が聞きたいのはそういう抽象的な約束と推理ではありません。最初からあなたはこの計画の本当の代価を口にしていません。それらの目的を果たすために一体何を代価にするつもりですか？現在だ。テレサにも伝えたが、僕は時間の枝からこの500年の歴史を抹消し、世界をカレン・カスラナがまだ生きていた頃の状態に戻す。支払う代価は虚数の木で流れる時間、もしくは現在だ。この言い方はあまりにも抽象的かもしれないから角度を変えて答えよう。人類の文明活動自体が崩壊の出現を促す。この件に関しては天命の一員であれば理解しているはずだ。しかし崩壊の意志の角度から考えるとどうなる？おそらく律者こそが最終的な自由。我々の文明はむしろ崩壊を禁錮し歪みを生む枷なのかもしれない。そうさ、その角度から考えれば文明があるから崩壊が生まれるのではない。むしろ文明は崩壊を縛る特殊な形式となるのだ。だから僕が支払うのは現代文明を含む崩壊さ。現実と虚数の間の隠れた位置にあるエネルギーを動かすんだ。過去にはそれは律者たちの大事な力の源だった。そして今は僕たちもその力を使い再度世界を導くことができる。もしそんなことをしたら私たちの現在、この瞬間の現実世界はどうなるんですか？このカロスタン以外の場所は何の痕跡も残さず消えてなくなるだろう。カロスタンは消えていく時代の唯一の母姫となる。人類にとってより受け入れられない犠牲の代わりに。それってカロスタン以外の場所は？カロスタン以外のこの500年の間に誕生破滅したものは時間の流れの中で存在しないものとなる。これがやり直すための代価だ。僕が実行しようとしている成功率の最も高いプランに必要な代価だよ。狂っています。成功計画が気に入らないからって世界に成功計画よりも重い代価を強いるのですか？それは人々を殺すということですよ、司教様。ああそうだ。だが人類は人類のままだ。それって何の意味があるんです？私たちが守っているのは漠然とした概念ではなくて、そういう生きている自由意志なんですよ。君は間違ってるよ、デュランダル。僕は人類という漠然とした概念の中から
生きている自由意志を助けようとしているんだ。その名前を知っているだろう、カレン・カスラナ。はあ、やっと彼女の話をしてくださる気になったのですね、主教様。ああ、散々遠回りをしてやっと全ての始まりに戻ったんだ。カレン・カスラナは僕たちが知っているように死ぬべきではなかった。これは僕一人の過ちではなく人類全体の過ちなんだ。それは人々を殺していい理由にはなりません。それにあの時代はとうに過ぎていて、生きている当事者はあなたしかいません。ああ、正常な人間ならそう思うだろうね。だから正常な人間の代表として、デュランダル、君にチャンスを与えよう。僕を殺すんだ。そうしたら僕の計画も消えてなくなる。君の目の前にいる人間は罪と欲望によって構築された集合体に過ぎない。道徳を知りながらも守らない、倫理を理解しているのにそれを踏みにじろうとしている。知恵を渇望するのは個人の願望を実現させるため。美しいものに憧れるのは醜い存在を否定するためだ。この世に余計な人間がたくさんいるせいで命は何の価値もないものへと落ちた。自身の命に休止符を打たれる時だけ、オットー・アポカリプスは綺麗の空を凝望し、その神聖さが魂にもたらす旋律を楽しめるのだろう。悪役の演説にしては悪くありません。ですが主教様、確信しました。やはりあなたは何かを隠しているのですね。真相を知る権利があると言ったのはあなたなのに、その真意は深い霧に包まれていて何も見えません。5年前、私は漁師の海で真の世界の破壊者を見ました。あなたの精神状態は彼女と全然違います。確かにこの瞬間僕は何かを隠しているかもしれない。だがそれは本当に重要だろうか。重要です、司教様。これまでの数年間あなたによくしてもらいました。だからこそあなたの本当の目的を知りたいのです。そうなのかい。しかし僕は思わない。今の君はただこう考えればいい。僕を止めなければ僕は必ずこの世界の人々を殺すのだと。これ以上語っても無駄だ。来るといい、デュランダル。栄光よ、私と共にあれ。
する。栄光よ、私と共にあれ。僕に自分自身を超えさせてくれ。ミアン、確かに君は成長した。虚空万象。ようこそ、僕の友、天命最強のS級ヴァルキリーよ。これ以上語っても無駄だ。来るといい、デュランダル。ようこそ。これ以上語っても無駄だ。来るといい、デュランダル。かすり傷です。HUH!
目覚めよ、栄養の勝者。いや、確かに君は成長した。虚空万象、開け創造者の道。ようこそ。これ以上語っても無駄だ。来るといい、デュランダル。
アンカ、確かに君は成長した。虚空板書、武者の番組だ。かすり傷です。かすり傷です。やっ！栄光よ、私と共にあれ。かすり傷です。開け、創造者の道。ようこそ。これ以上語っても無駄だ。来るといい、デュランダ。
弱な時が訪れる。ミアンカ、確かに君は成長した。虚空万象、開け創造者の道。擦り傷です。ようこそ、僕の…これ以上語っても無駄だ。来るといい、デュランダル。かすり傷です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 。
ビアンカ、確かに君は成長した。虚空板書、始まった。ここまでです、主教様。あなたの考えを全部教えてください。まだ全てが間に合ううちにテレサさんときちんとお話をしてきてください。言ったはずだよ、君は僕を殺す前提で戦うべきだ。今のような寸止めではなく。それはキアナさんや他の人が持つ権利でしょう。私の望みはあなたから全てを教えてもらうことです。おや、そうだったのかい。いいだろう。確かに僕は隠し事をしていた。だが残念だ、今は君に教えられない。それにビアンカ、さっきの激しい戦闘のおかげで君の注意を欺き、僕自身の消化を進められた。この力は、司教様。今さら何をしても遅いんだよ、ビアンカ・アタジナ。ゲニウスプラス、座標強制変更。虚数空間の扉は開かれた。僕は神として命令する。目の前のこの駒はしばらくチェス盤の上から退場してもらう。おや、二人目の客人はいいタイミングで来てくれたようだ。あった。それにあれは黒煙白花。ああ、あれは一人目の客人の落とし物だ。彼女は虚数空間で休んでいてね、君をがっかりさせていないといいのだが。何？これからこの教会堂は世界が変わる起点となる。君の安全のためにこの黒煙白花より先には進まない方がいいだろう。私が見て見ぬふりをすると思ってるの？おや、面倒なことになった。もう戦うつもりはないのだが。なぜなら虚数の木がくれた贈り物がすでに現れ始めたからだ。
もう始まります？いや、人類じゃない。この圧迫感は今まで出会った敵たちよりもずっと危険だ。意味のないあがきだ。言ったはずだ、もう戦うつもりはない。戦闘はまだ終わってない。少し静かにしてもらうよ、深淵の律者。僕が一つずつ神の力を接収し、12時間後に斬新で奇跡に満ちた世界を君たちに与えるまで逃がさない。この異様な感覚は、あの光の幕は危険だ。このエネルギーがすごいスピードで失われる感覚は、あの光の幕は一体。落ち着いて、キアナ。集中して、まずは体験の武装形態を取り戻して。火炎、バッケン。影響を受けてないのに、どうして力が戻らないんだろう。